あの前節のブルーズ戦と引き続き、はい、今日の試合も最後までわからない、はい、見てる側としては非常に楽しかったんですけども、はい、やってる側つらかったですね。そうですね、やっぱ内心ハラハラしながらだったんですが、まあ内容的にはそこまで前半も後半も悪くはなかったので、うん、まあ、逆転できる、まあ、ずっと追いかける展開ではありましたけど、どっかで捕まえられるっていう手応えはありましたので、そこまで、はい、前節ほどではなかったです。おっしゃる通り、あの追いかける展開が非常に多かったですが、はいはい、そういう時っていうのはチームの中では何か吹いて沈んだりとかしなかったですか？はい、そうですね、あの富士フィルムさんにがっちり止められて、っていう展開ではなかったので、はい、まあ、出るところは出てましたし、うん、あの抑えられるところは抑えられてましたので、まあ、ベンチではもう我慢して、うちが逆転できるチャンスは絶対来るからっていうのはずっと言ってました。前半なんですけれども、富士フィルムのパスがかなり通されてまして、ね、はい、あの苦しい展開だったと思いますけど、そうですね、ディフェンスについてはどうですか？そうですね、ディフェンスは、まあ、あの佐藤ディフェンスコーディネーターにだいぶ任せている部分はあるので、はい、まあ、それで、まあ、もともと最初はちょっとあの、まあ、見せるディフェンスをやろうかっていうのも話してましたので、はい、そこまではあの心配はしてなかったです、はい、後半は逆にですね、いいパスカットが出るなど、はい、いいプレーが多く出ましたね。そうですね、はい、まあ、通常のディフェンスに戻して、まあ、それなりにもうずっとやってきたディフェンスなので、まあ、そっちそのフィットしたっていうところだと思います。はい、オフェンスは逆にですね、はい、あの後半にパスが多くなったように感じたんですけれど、はい、そうですね、あのだいぶ富士フィルムさんがランを警戒してるなっていうのは、まあ、横から見てても分かりましたので、まあ、あとは、まあ、ずっと試合前も言ってたんですけど、まあ、試合を決めるのはうちのランオフェンスかなっていうのは言ってましたので、まあ、それがしっかりと出たというところだと思います。はい、第4クォーターに1回逆転をして、はい、そしてその次のシリーズすぐに再逆転されました、はい、その後のまだ時間残ってましたけども、はい、そういった時に選手はどういう声をかけたんですか？そうですね、まあ、先ほども言ったんですけど、そこまで止められてるっていう感じはなかったので、まあ、うちのオフェンスを続けていけば絶対に活路は見出せると思っていましたので、もう選手にはもう自分たちの動きをしっかりやるようにっていうのをずっとサイドラインにも言ってました。ああいう時は選手の集中力が切れないですか？いや、そうですね、今日は最後までベンチでサイドラインで見てても集中力が続いてるなっていうのを感じました。今日も大きな一戦になりました。そして次、はい、いよいよ、昇格をかけて一戦になります。それに向けての気持ちを、はい、そうですね、名古屋さんには4年前、初めてやった時に負けてるので、もう最後も油断せずにしっかりと自分たちのゲームをやって、しっかりと勝ち切って昇格に向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。